かけうどん170円のお店があります。うわー、快適だな人力車。これ結構いいな。ちょっとなんだろう、はいどうもどうも、大きいベビーカーで、大きいベビーカーで坂田さんの三口うどん、はい、え170円、三口うどんは570円、ここだしめっちゃ効いてる、うまい、美味しそ う, そう営業中ですよ、やってます。僕よく気に入ります。あ、マジで。前入ったらだるまの、はいはい、若い人も、へえ、普段に出汁が効いてる、お年玉くださいって書いてる、はい、いや、まあ、芸人さんか、芸人さんがお年玉くださいって。あ、知らんの、はい、あの知ってるかも。おもろ川さんやで。おもろ川さんって、あの、おもろ川さん、あ、まだ、おもろ川さんって松竹さんでした。個人ですか。あらじゅん、あの吉本ね、やってたけど、はい、プライベートも、あの、はい、頭にうんこ乗せるからクビになったらしいよ。あ、マジ。え、プライベートも頭にうんこ乗せるって、本物のうんこですか。わかります。多分今道案内してますよ。大きいベビーカーやで。多分道案内されてんちゃいますか。僕言いましょうか。あ、行きますか。僕の方がすごい芸人さんだ。探してるみたいな。どうも、あ、国際、あ、すごい、あ、どうもこんにちは。あの、何度も拝見しております。何度も知ってるんですか。え、あの、ここで何度かギャグされてました。はい、トーク、私あの通天閣の地下で歌ってて、はい、おもろ川さんがでもなんかだってギャグしたらお年玉あげるな。ギャグ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 。え、写真とか撮ったらやっぱお金払わなあかんから、今日は。面白い。おもろ川さんです、ね、はい、今大人気、大人気沸騰中、路上逆指、すごい、ありがとうございます。わーい、ふゆー。面白い、射点引き最高、面白い。これちょっと後でちゃんと編集して、はい、動画に上げないといけないですけど、はい、どこですか。すごい、まだも、はい、あ、動物の写真撮られてるカフェ、へぇ、キリンカフェ、そう、この中で動物の写真とかいっぱい見れるし。あ、そうなんや。普通のカフェもある、伊勢店も有名やけど、やっぱりね、へぇ、あそこに白熊とか、うわ、ほんとだ、これやっぱ天王寺動物園かな。全国の動物の写真も載ってる、へぇ、すごい、キムとか載ってる、あの有名ですよ。はぁ、すごいな、いろんなところがあるんだな、新世界。ここね、日劇、ここもね、ここもしっかりもっこり映画もやってるよ。もっこり映画もやってます。